完成した魔術学院は実に素晴らしいのだった。しかしある肝心なものがそこには欠けていた。見ろこの荘厳な校舎を。マナミの園にこれほどふさわしい建物はギルサニアのどこを探してもないだろう。書庫も充実させた。見るがいい。床を踏み浮かんばかりに魔導書の詰まったこの本棚を。国中の学者が泣いて喜ぶぞ。あとは生徒かしらね。もともと保守的な土地柄だ。ある程度の苦戦は覚悟していたが、ここまで人が集まらんとはな。そりゃ説得力がないでしょ。まだ一匹も幻獣を倒したことがないのに、どうして幻獣討伐のための魔術をなんていけるんです。グーの根も出て。確かに教主様と私はモンスター討伐で少しずつ実績を積みつつあります。これまでの変人漁師という評価もじきに覆るでしょう。ですが魔術で幻獣を倒すとなると話は別です。自分の生き死にがかかっているんですので。漁師様のような方ばかりではありませんよ。あれ、誰かが門を叩いてる。もしかして入学志願者でしょうか。ちょっと私お迎えしてきますね。見た？あの顔。口では厳しいことを言いながら、きっと誰よりも生徒を待ち望んでいるのね。あんなに素敵な秘書官さん、なかなかいないわ。ちゃんと大事にしてあげるのよ、領主さん。急に何を言う。領主様。どうしたクロエ、血相を変えて。そこの兵士、まさか。ええ、領主様、幻獣が現れました。Thank you.
まで凍りなさい。あら、あら、あら、まさかお前だったとはな、幻獣グラディプス。ようやく会えた。お前に領地を焼かれたこの恨み、一日たりとて忘れたことなどなかったぞ。がっ、領主様、大丈夫ですか？このぐらい、なんともないさ。それよりも見ろ、俺の炎で、こいつの足を止めることに成功したぞ。私にはそれだけの傷を受けてなお足止め程度に甘んじているように見えますよ。抜かせ。少なくとも俺の魔術が奴に干渉しているということは証明された。あとは反撃あるのみだ。見るからに不利よ、領主さん。あなたの実力ではまだ足りないわ。できない相談だな。後方にはルーベルク魔術院がある。今ここから一歩も通すわけにはいかんのだ。落ち着きなさい、学院よりも命の方が大事ですよね。私もそう思います。でもそういう問題でもないんです。魔女様、今あの人が守っているのは学院じゃなくて教授なんですよ。あの幻獣に領地を癒されたあの日から、領主様は守りたいものができたらもう二度と引かないと決めてしまったんです。嫌になっちゃいますよね、男の人って面倒くさくて。そうね。でも領主様はそこまでできた人間でもありません。私はもうあの人の臆病さも弱さも知っている。だからきっと大丈夫。誰よりも死ぬことを恐れている領主様よ。ああして戦っているんです。勝算があるという